出てこないんだよ。ほら、交通量多いんで、一回の赤で、こんなに並んでるもん。選手五人娘、千葉の不動、秋田の天野と岐阜三千桜、住吉山本、鳥取1回でやる気ねえかな。いや、ずっとつながってんだ、うん、向こうの信号でも詰まってる。でやっぱ交通量も多いんだ。ハイエースかなんかであって冷房かけて窓開けてる人はどういうなんだよ。でこうやってやってる人いつまでもいたじゃん。いつまでも窓開けていたじゃん。窓開けてた。いつまでもいたよ。いつまで、うん、ここもここも後ろも後ろに死んどってる。じゃあ冷房かかってないんだろ。一緒にじいさまとばあさまがだから冷房から寒いとか言い出すんだろ。ちょっと9月20日発売サードアンダーグラウンドさんのニューシングル冷房のスイッチ知らねえんだ。はい、それでお届けしてしまいました。ありがとうございます。この風流の向きをね、変えるとか多分知らねえからね、サビとか入れるのか。そういうのは分かんないけど、じいさまはそういうのいるわな。俺もつけないかもしれない、めんどくせえから。帰りゃいいじゃんって言うけど、分かんないって言ってたら、あ、そうですかって、じゃあつけませんって言って。つけませんって。まあ俺は足りないから、つけちゃうから、一緒で切っとくよ、したら。ありがとうございます。これみんな同じ家でしょ。同じ色に壁塗ってあった、うん、ここだけ土地が違うのかね。なんか違うのかね、これね。ね、うん、ここだけ売っちゃったのか。そんなことないと前から違うんだよ。前から違うのか、うん、元々違うんだよ。ちょうど裏までさ、うん、一番いいとこ。ありがとうございました。またサードアンダーグラウンドのライブ来ていただけると嬉しいです。ここで店があるからちょっとなかなか来ねえから買っちゃうんだろう。坂本ひろみです。いいよ、これだね。え、うん、交通量多いとね、この直進が多いからさ、対向車が多いから、うん、これ右折があると向けないもん。行けないもんね。帰る場所ないって言っちゃったんですけど、行きたくてもいいのに信号変わっちゃうもん、うん、あ、今譲ってくれた。やっぱりそういう人もいるんだよ、行けって親切な人も。なんかこんなに慣れてるからね、うん、一台のためにな、うん、で自分の方並んでいくからね。自分が一台がいたことで関係ないからね。だってこれ走ってて墓参りなんかしてるのはほとんどいないんだろう。だってまだ多い感じじゃないからね、うん、まだぐるぐる回って走ってるだけなんだろう、うん、それにしてはだいぶ車が多いね。繋がってるもん。こんな繋がってるのはあまりないよ、うん、重いの多いよね、うん、いや、うち来るときは車多いときなんだけどさ、いつも休みときだから、お仕事とかお盆とかそういうときしか来ねえから。そういう人も今日は繋がってるよ。なんかテレビのこっちのテレビでやったってこともなんかテレビの名前が紹介した調子かなんか知らねえ。やけに多いから、そういうのあるとな、うん。調子やれば
ば12番だけど、今12番じゃねえけどよ、テレ東だけど。そして僕も歌っています。入場無料ですので、ぜひ遊びに来てください。ザマミーの今一歩前へ、パーソナリティのザマミー酒井隆です。僕の好きなものは意味のない動画、進化と更新、トリセツと進化、マイクロスコープの耳掃除。昨日相棒見せたもんな、わかんねえ。頭ちくんか行とかやってるの？頭ちくんか行とかやってるの？行とかは行とかやってた。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんだけど、はい、バイセルは着物を高く買い取ります。行とかはおみこしだよ。大丈夫です。1点からでも昔からこんだけやってくれたら、なんかニュースで調子のことやったとここ美味しいってやつにやったとか、なんかきっかけがあるかな、なんかある可能性はな。うちで見てないテレビでね、聞き目やった、今週やったとか、うん、ああいう平日になんか、うん、ニュースかなんかで007高速どこ行こうと思ったけど、向こうは台風で道路が通行止めとかでもできないからこっち来てとか。もうないだろう、通行止め。道路はないと思うけどね。一時あったけど。国道はない。ここでは元がないよ。ここでは元がないよ。はい、お伝えします。横浜市港南区のラーメン店で、おととい夜、店長の大橋博樹さん33歳が倒れた状態で見つかり、死亡が確認された事件で、警察は今日、大橋さんの死亡原因は失血死だったと明らかにし、殺人事件として店に出入りした人物の捜査を進めています。大橋さんには抵抗した際に負ったとみられる傷があり、あっちの方が浅くなるのか、その辺にあるのか、落ちていました。OECD 経済協力開発機構に加盟する、この人はみんな吉で囲ってある畑だよ。この吉の向こう、理工系分野の卒業生と修了生に占める女性の割合が、日本は一昨年時点で平均を大きく下回り、加盟38カ国のうち最下位だったことが分かりました。自然科学、数学、統計学の分野では平均が 54% だったのに対し、日本は 27% でした。最も高いのはポーランドの 70% で、日本は2番目に低いチリの 40% も大きく下回りました。 OECD は進学を職業とつなげて考えられるよう、理工系分野で働く女性のイメージを良くする必要があると指摘しました。メジャーリーグ、レッドソックスの吉田はブルージェイズ戦に6番指名打者で出場し、4打数ノーヒットに終わりました。チームは3対4でサヨナラ負けし3連敗です。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に6番ライトで出場し、3打数1安打でした。チームは6対7のサヨナラ負けで4連敗に終わりました。一方、鈴木の世界と伸び脇腹を痛めているエンゼルスの大谷は負傷者リストに入り、今シーズンの残り試合の欠場が決まりました。以上、ニュースをお伝えしました。報道部から甲斐彩香アナウンサーでした。この後も晴れますが、山沿いを中心に変わりやすい
天気です。急な激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。天気の急変に注意が必要です。3連休最終日の後を大体晴れるでしょう。引き続き厳しい残暑と急な雨にご注意ください。私の方が一番強いかもと天気予報でした。続いて文化放送交通情報です。日本道路交通情報センター山口さんお願いします。はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは大井町インターで乗用車など車4台の事故のため2車線が指定されていて9キロ渋滞しています。京王道の久喜白河ジャンクション方面に向かう外回りは鶴ヶ島ジャンクションでトラックの事故のため3キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアにトラックが故障して止まっているため5キロ渋滞しています。ところだって笠山に来たからこれ浜見えなくなってたもんな。この辺車ですら分かんねえよな、来た津波来たって。日本道路交通情報センターでした。日本道路交通情報センターの山口さんありがとうございました。まあ、この辺津波来たからしょうがないけど、実際にでこの辺うちなくなったの。今からまたもち。今日のメッセージテーマはあの人の声で覚えてるです。はい、山田涼子さんからファックスでいただきましたよ。ありがとうございます。ゴミを捨てる時に立っている親を結局はもう立てるあれがないからお金ないから町営住宅が入ったわけだろ。うん、だと思います。ありがとうございます。今だったら市営住宅なんだけど、もうこの辺ちょっと頭で売れない限りはね、売ってあるか買わない限りはね、このままであれはね、このだけ何十年も土地がだってそのままだから、持ち主があるから、でそう簡単には売らねえだろう。売れねえだろう。売れねえよ、あの土地が白くないから、いや、さすがに出来が半の嫌だから、もうどうしまないと思ったら、もうみんな出来が売りに出てると思うよ。でも、一気だけじゃないからね、みんながそうしてるからね。結局は、それで、子供らはそこもういないだろうから、死んじゃえばそのままだよ、要は。要はね。だから、結局は子供らが放棄しない限りは、そのままだ。それまでには相当時間がかかるよ。その後のお知らせ先の
並んで走るのがこれ注意しなきゃダメなんだよ。お父さんなんか稲毛高校の連中やってると言うけどな、ペペって鳴らして言うとちゃんと一列になるよ。まあ、鳴らして指摘しなきゃダメだよ。こちら57歳の女性の方からです。こめかみ付近に親指台ぐらいの濃い大きなシミがあります。手化粧でも隠せない大きな底差でかなり目立ちます。小さいシミであればレーザーで取ることも効いたんですが、大きめのシミだと難しいと聞きました。濃くて大きいシミは諦めるしかないのでしょうかといただきました。顔の大きいシミです。どうしてもそこに目が行っちゃうんですよね。でもこの方ってレーザー治療が難しい？これ大きすぎると1回で取り切れなくて、隠れて綺麗に取るためには何度も通わないといけないらしい。それなんですか？ね、値段も高いしね、痛みを感じる人もいるみたいなんですよ。でやっぱり大きい大きな国って諦めるしかないんですかね。いや、大丈夫です。こんなね、濃くて大きい国に悩む人はない。漢方屋さんが開発をしました。日本初、日本唯一の成分の入ったシミ対策商品があるみたいなんです。見てください、何ですかそれ。すごい気になります。気になりますよね。はい、後ほど詳しく説明いたしますので、早速参りましょう。健康診断。どうも、改めまして、今田修平です。牧弘香です。今日の商品ですね、はい、漢方を中心に研究されている医薬品メーカーさんが開発しました。日本初、日本唯一の成分が入った薬用のシミ対策商品なんです、はい、でこちらさらにね、顔や手の一体悩みを20代以上に悩む人が選ぶシミ対策薬用製品で、なんと人気ナンバーワンを獲得した大人気商品なんだそうです。いや、すごいですね。たくさんあるシミ対策商品の中で一番を獲得したんですか？そうなんです。なかなか何て商品ですか？はい、こちらですね、薬用美白プロ洗顔パック、パック設置というものなんです。毎日ね、必ず行う洗顔を変えて、シミ対策ができちゃう。日本唯一の成分が入ったシミ対策用の薬用洗顔だそうですね。メラニンの生成を抑え、シミを防ぐ効果で、医薬部外品の認定を受けているという、人が住んでないんだな。薬用の美白洗顔だそうです。すごいですね。薬用のシミ対策用洗顔なんですね。そうなんです。洗顔ってね、毎日必ず行うものだし、取り入れやすそうですよね。ね。さあ、本日はこちらの商品を開発されました。あそこの支払いであそこしか電話なかったの。湯原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こうぐるぐるってやる電話な。今回の商品は、シミの悩みに発展からアプローチする薬用美白洗顔なんですよね。はい。シミの発展が急激に高まる50代以上の方の肌研究結果から開発した洗顔です。薬用有効成分を肌の角質層や奥までしっかり浸透させて、シミの元を根こそぎ洗い流してしまおうという思いで作りました。シミを根こそぎ洗い流したいです。そうですよね。こちらどんなメカニズムの洗顔なんですか？はい。シミは黒色メラニンが肌の角質にどんどん蓄積していくことで目立つようになっていきます。シミやくすみの元はメラニンというのは皆さんも聞いたことがあると思います。あります。あの紫外線を浴びることで肌にメラニンができてしまうんですよね。そうです。ただ本来外に出て紫外線を浴びるだけではシミにはなりません。あ、そうなんですか？紫外線の原因だと思ってました。うん、実は違うんです。紫外線を浴びて作られたメラニン色素は通常肌が再生を繰り返し肌の奥からゆっくりと追い出されていきます。しかし50代を超えてくると肌の再生力がどんどん衰えて、立憲民主党メラニンが追い出されなくなっています。矢田川はじめだって。このメラニンを含んだ古い角質が蓄積されていくことこそが頑固なシミの原因なんです。シミができる理由ってね、紫外線でメラニンができることじゃなくって加齢でメラニンが出ていかなくなっちゃう、こっちが本当の原因なんですね。シミのついた古い角質を根こそぎ洗い流すっていうのが大事ってことですね。そうなんです。毎日の洗顔でシミの元であるメラニンを大量に含んだ角質も一緒に洗い流してしまえばいいわけです。美容液などでシミ対策をすることが非常に大切なのですが、それだけでは既にできてしまった今あるシミはなかなか消えません。ここの時あの人ご連の人が押してるんだ。ポスターが多いから、うん、なるほど。そこでこのシミ対策用化学洗顔アクセスの登場ですね。はい、
続けて3枚やったから。泥には目では見えないごく小さな空洞がたくさんあります。その泥粒子の空洞には汚れや古い角質を吸着していく性質があり、普通の洗顔では洗い流せなかった汚れや古い角質をしっかり取り除いてくれるんです。泥粒子っていうのは古い角質を吸い取ってくれるんですね。はい、さらにその汚れを吸い取った後の綺麗な状態の肌だからこそ、薬用成分である偽薬除外菌用のプラセンタエキスが肌角質層の奥まで浸透しやすくなります。そしてシミの原因であるメラニンの生成も抑え込みます。泥の粒子がシミのついた古い角質をしっかり吸い取って、それと同時に綺麗になった肌に偽薬除外菌用のプラセンタエキスがたっぷりと染み込むことで、シミが抑制されるということですか。すごい、さすが医薬品メーカーさんの薬用美白戦なんですよね。悩む方にもこれは根こそぎシミ対策ができる美白洗顔だと驚きと喜びの声をたくさんいただいています。なるほど。ちなみに清原さん、濃くて大きいシミでも効果ってあるんでしょうか。はい、どんなに濃くて大きいシミであってもシミを薄くするためのメカニズムは変わりませんので、発石の効果を実感いただけると思います。レーザー治療が難しいような濃くて大きなシミや顔全体に広がってしまっている小さなシミに悩む方にも大変喜んでいただいています。もうまさにシミが薬ならほんと濃いって感じですね。それから発石には日本初、日本唯一の成分を配合しています。日本初で日本唯一なんですか。はい、古来から医療用として用いられた薬草として有名なヨモギの精油を配合しています。ちなみに小笠って聞いたことありますか。聞いたことあります。実はあれがヨモギなんです。外用材にも用いられてきた漢方ではよく使われる成分なので、それを応用してみました。すごいですね。これ日本初で日本唯一なんですよね。確かに聞いたことないですもんね。今日は発石で泡立てた泡を持ってきましたので、ちょっと匂いを嗅いでみてもらえますか。はい。お、すごい、もっとこの泡ですね。これ薬用っぽい感じなんだけど、全然嫌じゃないですね。むしろね、いい香り。そうなんです。女性にも好評です。いや本当にすごいいい香りですよ。あ、ちょっとこれあんなでっかいうちに なるにはもう10年20年じゃねえな。スポンジみたいです。ずっと空き家なんだ。スポンジのような弾力のある肌です。違いをしっかり見てもらうために片手だけ洗ってみてください。ぎっしり詰まってる感じですね。これは気持ちいいわ。子供の体まで洗えるね。ではそろそろ洗い流してみてください。え、そうですか。今手の甲の上に広げてやっと撫でてただけですね。え、これだけで汚れてくるんですか。はい、汚れを吸着してますのでこする必要はありません。じゃあ流しますね。あ、これすごいですね。すごいすごい。汚れやメラニン角質が落ちて男性の僕でも手が見違えて綺麗になっちゃいました。本当ですね。汚れとか角質が落ちて、ちょっとこれ笑っちゃうぐらい透明感出てますね。はい、たった1回で右手と左手こんなに違い出ちゃいましたよ。いや、さすが人気ナンバーワンのシミ対策用洗顔ですね。これ使った方からの反響もすごそうですね。はい、自分たちでも驚くほどの反響がありまして、あくまで個人の感想にはなりますが一部ご紹介させていただきます。はい、まずは静岡県にお住まいの佐藤のり子様、62歳の方からのお便りです。50歳を過ぎたくらいから手元と頬のシミが増えて気になってきていたのですが、気がつくと右の頬に濃い大きなシミがドーン。レーザー治療も考えましたが大きすぎてかなり費用と通院回数がかかることも分かり諦めました。洗顔でせめて少しでも薄くなればとあまり期待せずに使ってみたのですが、初めて使った時に顔全体がすごく明るくなったような気がします。あれから半年くらい使っていますが、肌きれいになったねと家族からも近所の方からも言われます。主人も娘も家族みんなで愛用していますといただきました。わかる、わかりますよ。最初に使った時にはまずびっくりしますよね。使い続けるときれいになると思いますよ。家族皆さんでご愛用いただき嬉しいです。ありがとうございます。続いて千葉県にお住まいの宮本さゆり様。なんか白いね、道路に止めないで中に入れればいいのな。顔もですが、なんか自由に回転できるんじゃん。
中に使えなくなるからちょっと違う。半信半疑で使ってみたのですが、本当にびっくり。頬のシミ、手や腕のシミもこれ一つで対策できるなんて感激です。どんどんシミが気にならなくなりそうで、これからが楽しみです。さすが漢方屋さんの自白洗顔ですね、といただきました。これ一つでね、頬のシミ、手や腕のシミがケアできるなんてとってもいいですよね。ちなみに新品なんだ。お手軽で隠せないですからね。そうですよね。ただですね、あんまり看板ないけど。しかも日本初の成分の配合されてる。これお高いんじゃないのかなって思うんですよ。あ、看板だけだから。ですよね。あ、建前やから。うん。効果を期待できる。そうなると、清原さん、教えていただいてもよろしいでしょうか。ご安心ください。本日は特別価格をご用意いたしました。お買い求めのお客様に限り、25g 入り。あ、そこにお店とか、なんかあれば、それは関係ねえよな。半額の990円でお届けいたします。この商品が1個消費税込みで990円でいいですか。清原さん本当にいいんですか。ただし大手さんじゃ回ってきても捕まえねえだろうか。捕まえねえよ。捕まえたら言われちゃうから。東京は1個990円、北海道沖縄は990円。それこそあの村八分されて、あの駐車場ダメだよ、あのゲット止めたら捕まるからよって。成績稼ぎやるから、あの駐在さんとかやしろって言われて。この辺は駐在でしょ。駐在でしょ。村八分だと奥さんがかわいそうで、だんだん壊れて、ここまで壊れたか。すげえな、壊れ始めると、そこまである程度持ちこたえてんだけど、一箇所がっていくと、がっていっちゃうんだな。あそこなんかガーデンなんとかっていうか、食い物屋だろ。やって元とんねうちにダメなっちゃうんだろうね。50代以上の男女が選ぶシミ対策薬用製品で人気ナンバーワン。日本初、日本唯一の成分が配合されたシミ対策用薬用美白洗顔白石。通常税込み1980円が初回限定で半額、税込み990円です。お一家族様3個まで、また3個セットで送料も無料です。電話番号は0120。こういうとこじゃ食い物やラーメン屋だって怪しいよな。怪しいよ。こういう上で宴会ができるようになってて、よマイクロバスで送迎してな、宴会のな、やるようにしなくちゃ。今日はですね、新山と漢方さんの、これもそうだよね、日本唯一の成分が入ったシミ対策用医薬部外品薬用美白洗顔。単なるお客が来るの待つなんてダメだよな。ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は私、島田秀平と滝裕香でした。今はそうだって。ここんとこ青いってことは、あれが民宿なんだな、いっぱい。民宿は昼飯出ねえから、要は泊まっても朝飯と晩飯は出るけど。海ちゃん、商売どこ、東京でやってもそうでしょ。人いっぱいどこやっても待ってたけど、客が来ないでしょ。うん、いい中田かと話せないって。新進気鋭のレーサーが集うヤンダーシ、地元的のライター水面で最も光り輝く未来のスター候補。田舎食い物をやんだったら、やっぱり駐車場がなくちゃダメだよ。オートレースライブプレミアム中盤第10回ヤンダーシ優勝戦実況中継。車じゃなくちゃどうにも効かないんだもん。
ただごといつも行くとこだそうでしょ、うん、ちっちゃいけど駐車場あるじゃん、ああいうとこはあの駐車場車で一人で来る人は少ないんだよな、うん、定員何人か乗ってきてから、あと仕事の人が来てるもんな、うん、出る時のことを考えてバックで駐車しとけばいいんだな、うん、帰ってきた時はハザードつけてちょっと車が綺麗の待ってたらいいんだろ、うん、Spotify にも入ってるんですが、なんか Spotify にも入ってるんですが、はい、なぜこの曲を、